2024年1学期にライブウェブ事業アナログ電子回路設計入門を担当する徳島学習センター所長の橋詰です。現在、私たちの身の回りにはさまざまな IoT デバイスが溢れています。これらはセンサーやアクチュエーター、マイクロコンピューターなどで構成されインターネットにつながっています。この IoT デバイスを構成する上で欠かせないのがアナログ電子回路です。 この授業では、そのアナログ電子回路とその設計法について説明します。また、Windows 上のフリーツールである LTSPICE という回路シミュレーターを使って、実際にアナログ電子回路を設計します。この授業の受講だけですぐに仕事に行かせるというものではありませんが、IoT デバイスにおいて不可欠なアナログ電子回路の設計を体験でき、その世界に触れることができますので、 興味がある学生さんの皆さんは受講してみてください。